第5試合はオールパシフィック選手権チャンピオンのバイソン木村選手です。さて今日は初防衛戦ということですが、そのあたりのプレッシャーありますか？はい、チャンピオンというよりも挑戦者のつもりで思いっきりいきたいと思います。その挑戦者山田敏夫ですけれども、この間の試合で前歯をキックで折られてますよね。そのあたりの恨み遺恨あるんじゃないですか？思いっきり今度は自分がチョップで歯を折りたいと思います。それぐらいの気迫でということですね。はい、かなりの気迫を見せております、チャンピオンのバイソン木村選手です。そしてチャレンジャーの山田敏夫選手です。さてオールパシフィック、今日はどんな戦い方をしますか？シングルのベルトはもうジュニアのベルト以来ほとんど縁がなかったんで、だから今日は本当全力で技じゃなく気迫で頑張りたいと思います。今日はそれに忍者のいでたち頭巾までね、はい、持ってきてますけれどもね、これをじゃあかぶって、はい、頑張ってください、はい。本日のセミファイナルオールパシフィック選手権試合60分放送を行います。初めて青コーナーに挑戦者山田敏夫選手の入場です。本日のセミファイナル60分一本勝負オールパシフィック選手権チャンピオンバイソン木村対チャレンジャー山田敏夫、初防衛戦を控えたバイソンの強敵な相手は山田敏夫です。チャレンジャー山田、忍者スタイルで今リングに向かっています。忍者がいいですね。はい、もうこれ本当に不祥山田ということですね。斉藤さん、ね、グレート無茶してますね。なるほど、青いの履いてるし、はい、グレート山、グレート山、グレート山、そしておっとこれは刀、内上さん、はい、こういうの好きでしょ。内上さん大好きですね。ねえ、やってくれますね。やりましたね、紙テープのね中不祥山田、150パウンド山田敏夫。キリリと締まった表情が生き生きとしていてかっこいいです。いいですね、山田もね、はい。そしてジャングルジャックのバイソンね、バイソンプラスさん、はい、初防衛戦ですよ、ね、はい、バイソンはロッカーですよね。すごいな、あ、そうですね、本当にロッカーの場内もこれは爆竹でしょうが、かっこいい、さあこれはかっこいい、いつものですね、バイソンスタイル、かっこいいですね、はい、今度衣装借りようかな。一回内上さん、はい、これ着たいなと思ってるじゃないですか。はい、着たいですね。そうですね、今度借りようかな。いや今日はですね、山田もバイソンもこんなに派手でね、本当にもう盛り上がってます、この横浜文化体育館。おっ、トップロープに乗ったぞ、バイソン・キムラ。オールパシフィックチャンピオン、バイソン・キムラ、コールされました。2人とも清掃できましたね、今日は。はい、このバイソン木村対山田敏夫なんですけども、斉藤さん、はい、この2人ビッグ会場でもですね、はい、ほとんどシングルマッチ当たってないんですよ。当たってないんですよね。これがね、あの七不思議とか言いましょうかね、はい、ですから余計にこのオールパシックとともにこの2人の戦いぶりが注目されるんですけども、予想はどうでしょうか？オーソドックスな展開にはならないでしょう。そうですか。バイソン木村選手も、はい、山田選手も両方イレギュラーな動きが多いんですよね。どっちかっていうと、はい、バイソン木村選手って下手馬の典型ですよね。で、山田選手もオーソドックスな動きよりは、はい、打撃でしょ、技の打撃性の、はい、と意外な展開で勝負が決まるというような、そうですね、意外というか、はい、あ、なんか喧嘩マッチになっちゃう可能性もあるしね、はい。内上さん、はい、バイソンと山田ですけども、はい、どこら辺をこう注目してますか？そうですね、バイソンは腰はもう大丈夫なんですかね、まあ、ブランクありましたけどもね、ちょっと心配されますね。心配なんですけども、はい、本当にいい試合になるよう期待してます。はい、オールパシ選手権今ゴングが鳴って張り手からあっとキックで膝顔面を攻めつける山田です。山田は今日は
青のコスチューム、そして対するチャンピオンバイソンは黒とオレンジということで、もう両選手とも鮮やかですけども、バイソンも張った。これは喧嘩マッチになるのか。ダウンした山田を猛烈に張るバイソン、逆にパンチで返し、張り返し、殴り合いになりました。そして今のはソワットからニールキックですよ。蹴りか、蹴りではやはりこれは蹴りはシャープですよね、あんなの顔にかすっただけでもすごいですよね。そうですね、蹴りはやっぱり、山田選手の方が一枚上かな。そうですね。そしてバック回った山田です。逆にバイソンもどうにか逃げたいところで防御してますけども、両選手意地と意地のぶつかり合い、不死鳥山田対負傷から立ち上がってカムバックしたジャングルジャックのバイソン木村。バイソン、ゴーゴーバイソンのコールを受けてネックハンギングツリー。なおも背後からのストンピング。バイソンのね、はい、ごめんなさい、どうぞ。攻撃のポイントって全部ストンピングとかそんなんなんですね。つなぎは全部ストンピング系。張り手とかですか、はい。まあ、それがバイソンのやっぱ持ち味でもありますけども、体が立派なんで立派立派ですよ。今のカウンターキックもね、厳しい。あ、これはすかした山田をよく見ていたバイソン、覆いかぶさりましたけども、藤上さん、はい、この試合さっきのトヨタ対井上と全く違って、あれは技巧派でしたけど、これは2人とも、なんていうんでしょう、打撃性の選手ですよね。シリアスですよね。バイソン選手っていうのは強いだけじゃなくて妙にね、色っぽいところがあるんですよ。いや、花がありますよ、素晴らしいですよ。普段は地味な格好してるんですけど、はい、ステージっていうかリングで花があるんで大好きなんですよ。そうですね、はい、なるほど。やっぱり宇治上さんに共通する点ですね。そうですね。バイソン2位を落として、あー、これロープをうまく使って山田のですね、やはり過去が負傷しましたね、首後頭部を攻めています。やっぱり体力的にはですね、山田バイソンに比べるとね、ハンディがありますんで、以前故障した首をね、攻められるとちょっとヒヤリとする不安もいると思いますけども、ここで、あ、リング外にね、歯を気にしてますね。前歯が吹っ飛んだばっかりですから。3月20日コラゲン大会ですね、それのシングルバージョンっていうような気もしますよね。はい、3月20日コラゲンでは 3W 世界タッグ選手権と UW 世界タッグのダブルタイトル戦で、この山田とトヨタがね、アジアバイソン組を破ってね、タッグの2冠になりましたけども、カウンターキックから、あ、今日は面白いように蹴りがね、決まりますよ。あ、今ガードがいいですね。はい、ガードの上を、あ、ここでバイソンチョップを、逆に山田もエルボーからローキック、2発から顔面を狙った、左からも繰り出します。バイソン選手は今日は是が非でも勝ちたいでしょうね。そうですね、そうですね。シングルのチャンピオンってみんな知らないですからね、あんまり。そうですね、もうちょっと時間が空いてしまいましたんでね、昨年のですね、1991年、10月にですね、南鈴鹿を破ってこのオールパシックタイトルを取ったんですけども、怪我というアクシデントがありましてね、初防衛戦はなんと今年の4月までですね、立ってしまったということで、これ是が非でもこの横浜で防衛したいところですね、バイソン木村。あ、ここで逆肩エビ固めで山田がその故障していた、これはいい技ですね。はい、今もですね、心配される